こんにちは、秋山のヘルマット丸山でございます。お疲れ様でございます。今回もですね、超話題作ですね、スズメの戸締まり見てまいりました。レビューしていきたいなと思います。前半ネタバレなし、後半ネタバレありでやっていきたいなと思います。はい、もう皆さんご存知、大人気の新海誠監督最新作でございますね。はい、君の名はありまして、天気の子ありまして、ビッグバジェットで3本目っていうことですかね。はい、って感じでございますね。はい、正直言いまして、あんまりハマってません。あんまりってか全然ハマってません。君の名はと天気の子よりは僕は良かったかなと思いましたね。はい、やろうとしてることはね、すごく立派、むちゃくちゃいい人なんだと思います。はい、多分ね。なんですけど、ちょっと話がちょっとなんか微妙だなって思うことがね多くて、なんですけど、まあもしかしたらめちゃめちゃバジェットでかいし面白いかもしれないと思って毎回見に行ってはいます。ラッドウィンプスと一緒にあの3本目ですよね。君の名は、天気の子で、スズメの戸締まりと。はい、で多分ね、これで1回そのコンビは終わんのかなって気がしました。っていうのも、新海誠監督って結構その前2作と続いてね、また今回もあの災害についてのね、映画になってます。しかもね、かなりね、君の名はに近い君の名はをもう1回やり直したっていう感じの作品なんですけど、それがまたね、君の名と違うのは、結構弔い的なね、ニュアンスがかなり強くなってると思いますね、今回。というところで、この災害についての3本で、ラトウィンプスと一緒にやったのも3本目ってところで、一回ここで落ち着くのかなっていう感じがかなりしましたね。はい、今回ですね、ロードムービーになっております。はい、ロードムービーですね。ということで、新海誠の持ち味である背景のね、ものすごい細かい描写の背景ですね、これがね、ロードムービーってところでいろんなところに行くんで、持ち味がね、すごい活かされてね、いろんな場所、いろんな風景を見せてくれます。まあ、っていうところで、かなりね、賞賛あるというか、持ち味をすごい活かしてきたなという印象ですね。だ、結果としてこの人がやろうとしてることを、やりたいことというか伝えたいことは、成功してるかなとは思ってますね。はい、ただやっぱりすごくご都合主義なね、話の展開っていうのがやっぱりどうしても気になってくるっていうところですね。はい、ここからネタバレありなんですけども、結構気になったところ言っちゃいます。はい、なんで苦手な人はブラズバックしてください。はい、ドア玉なんですけど、まあ、タイトルまでのね、流れ、この辺の流れはね、うまかったです。かなり面白い、すごくそのテンポもいい。扉を閉めてタイトルがバンと出ます。この出るタイミングもすごくいいし、つかみとしてもすごくいいんですけど、主人公スズメですね、扉を開けると災害というか、ミミズが飛び出してくる、あのパンドラの箱的なね、感じなんですけど、その自分から開けちゃうっていう、結局自分がその扉を開けたことによっていろいろ始まっちゃう、あと石も抜いちゃうっていうところで、やっぱちょっと感情移入しづらいんですよね。しづらいっていうか、その全部お前のせいじゃんってなっちゃうんですよねなんかつまずいてドア間違って開けちゃったとか、なんかそういうね、その自分の意思じゃなくて、自己的に開いちゃったっていう感じだったら、ああしょうがないなっていうのもあるんですけど、あんまないんですよね。あとその手ぶらで家出ちゃうんですよね。そこもやっぱちょっと気になるっていうか、このかなり勢いで生きてんなって感じがすごいというか、高校生でお金持ってんのっていうのを思っちゃうし、なんかバイトしてるようにも見えないけど貯金はあるっていうね。まあでも後々ね、その、なんか貯金あるからみたいな話、貯金なくなっちゃうよみたいな話があったんで、まあまあまあいいかって後では思うんですけど、そこでが出るまでちょっとずっと気になっちゃうんですよね。はい、でこの冒頭のやつでね、また地震の話だって思いますよね。はい、君の名でね、もう完全にあの 3.11 の話をやってたんですけども、また地震をやるのかっていうところですね。ただですね、あの君の名よりはね、かなり上手くなってるなと思いますね。上手くなってるとか、かなりノイズが減ったなっていう気がします、君の名よりは。
結構説明台詞がすごいあったり、あとラッドウィンプスがずっと流れてたり、タイトルのね、なんかオープニング映像みたいなのもなんかちょっとなーって感じだったんですけど、その辺がねもう軒並み改善されてて、すごく良かったです。今回ね、君の名とすごい似てるんで比較しちゃうんですけど、 3.11 をなかったことにしようとする話だったと思うんですよね。映画の力を使ってこの事実をちょっとねねじ曲げるみたいな作品があるんですけど、その作品っぽいなっていう感じだったんですけど、まあ、今回はちょっと違うと、震災扱ってるんですけど、結構その弔いの意味がかなり強いというか、忘れられてる場所が結構震源になってくるんですけど、沈めるっていうところでもう最後の弔いとしての意味合いがかなり強いなっていうところがありましたね。はい、主人公自身も自分で閉ざした記憶があるっていうところで、そこも思い出すっていう作業になってくる。でまあそれもあって今作のテーマってところで、僕はねなんか忘れられたものをもう一度思い出すっていうのが今回の、作品全体としてのね、一貫したテーマかなっていうのを思ってますね。はい、今作で新海誠がやりたかったことっていうのは、もっと言うと 3.11 を風化させないっていうことですね。はい、この作品のターゲット層的にね、多分小学生から大学生ぐらいがかなりメインだと思うんですけど、多分その中には地震の記憶がない人もいますよね。はい、そういう人たちに向けた地震というか 3.11 っていうものをもう一度語り直すというか伝える作品だと思います。なんですけど、まあもう主人公たちのね動きがもう全然感情移入できないんですよね。かなりずっと行き当たりばったりだし、大人たちも甘やかしすぎなんですよね。かなりね、警察に誰も通報しないしね、明らかに怪しいというか、明らかに家出少女ですけど、むしろそれ助けてることになるのかどうなのかっていう話にもなってきますね。あとその、まあ、ロードムービーでミミズというか大臣を追ってくんですけど、結構寄り道しちゃうんで、その危機感があんまないんですよね。はい、寄り道してなんかちょっと遊んでたら、あれミミズじゃないみたいになって急に行くみたいな、やっぱこれもなんかちょっと都合いいなって思っちゃいますね。はい、あ、そう、東京の要石が抜けた理由がわからないんですけど、人の手を加えなくても抜けるもんなんですかね。そうだ、あそこがなんかもう突然ミミズがバーって出てて、要石が抜けてるみたいな話になってたんで、なんかそこのモヤモヤがかなり残ったかなっていう感じがしましたね。そうたらね、要石になるんですけど、もうそこで終わっていいかなって思いましたね。もう完全にあそこで一個完結してはいるかなっていう気はしましたね。あそこのシーンをラストにして、もうちょっとそのソータのね、その要石になるならないのその葛藤をね描いたら、結構2時間ぐらいでちょうどいいんじゃないかなってちょっと思っちゃったかなという感じですね。東北の方にドライブに行くんですけど、選曲もあんま気が利いてないし、まあそれで言うと、あの冒頭の猫と椅子の追いかけっこのところでジャズが流れるんですけど、そこもんって感じなんですけど、突然ジャズ来たなって感じなんですけど、全体的に音楽があんまりうまく活かされてないなという感じですね。しまいには喧嘩をやめてとか流しちゃうっていうね、空気読めないのどっちっていう、芹沢じゃないって思いますよね。逆にそりゃあんなもんあそこへ流してもしょうがないでしょっていう話で、またねこの車が田んぼに落ちちゃって、で、まあ、チャリで行くんですけど、そこにね古びてるけど焦げるチャリがあるっていうのもなんかものすごく都合がいいというか、でクライマックスっすね、なんだっけ、うつよだっけ、忘れちゃいましたけど、あの扉の中に行きますね。最後のシーンまで説明台詞全然なかったのに、ここでいきなりむちゃくちゃ説明台詞がねかなり入ってきますね。はい、これまたもったいないというか、ここもまた絵で見せてくれればねすごく面白かったと思うんですけども、かなり説明しちゃうところが多くてちょっと冷めてしまいましたね。でその後に椅子を抜こうとするんだよね確かね。はい、でそこでまた回想シーンが入ると、はい、もうなんか後半にかけてねすごくテンポが悪くなってますね。はい、過剰に分かりやすくしようとしすぎてテンポが悪くなってんのかなっていう感じがかなりしたかなという
感じですね。まあでもまあまあまあしょうがないっちゃしょうがないですかね。普段映画見ない人たちに向けて作ってるでしょうから、しょうがないっちゃしょうがないっていうか、まあ鼻から僕みたいな人はもう客層にカウントしてないのかなって感じで、あとそれで言うとスズメがソータのことを好きになった理由が全然わかんなくて、今回恋愛要素かなり少ないのも見やすい要因だと思うんですけど、ここでいきなりこのいきなり入ってくるっていうのがちょっとまたうんって感じですよね。そのこれは恋愛じゃないとダメなんですかねっていう感じがどうしても知っちゃうというか、たかが1週間、長くても1週間ぐらいですよね、一緒にいたのね。それでしかも相手は椅子ですよ、それを好きになってるっていうね。あ、そう、それで言うと後半はもう完全にディズニープリンセスものみたい、逆転したディズニープリンセスものみたいになってきますけど、キスで生き返るというか人間に戻るって感じでしたね。はい、なんか無理に入れる必要あるのかなーってどうしても思っちゃいますね、恋愛のシーン。でもこういうのが好きなんですかね。大臣が、結局石になりますという感じでしたね。なんか石になる能力移したみたいに言ってましたけど、結局なれんのかいっていうねまあ神様だから気まぐれだからっていうのはありましたけど、にしてもだったなっていう思いますね。結局お前かいっていう感じね、ありましたね。どうしても感じちゃったかな、あの大臣の最後のくだりは。はい、そんな感じですかね。まあ最後の終わり方はね、結構すっきり終わってて、最初と最後はいいかなっていうところですね。やろうとしてることっていうか、この作品で伝えたいことはすごく立派なんですけど、中身があんまりうまくいってないなっていうのをやっぱ毎回思うかなっていう感じなんですけど、でも、天気のこと君の名はよりは、この語り口というか、なんか映画の作りとしてはうまくなってるというか、まとまってきてはいるかなという感じはしましたね。はい、そんな感じでございます。よければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それではまたお願いします。 We'll be right back.